に分類されるバッタの一種。独特の模様がある褐色、高褐色のバッタである。成虫の体長は、オスが5センチメートルメスが6センチメートルほど。体型や大きさは、トノサマバッタやクルマバッタに似ているが、全身が褐色で、細かい毛が生えている。背中には、紅白色の線が、頭部から尾部まで走っていて、複眼のもとに黒い線、胸部の側面にも、 黒い縦島がある。幼虫は、艶はないが鮮やかな黄緑色をしており、この色彩は、修霊幼虫まで続く。羽も伸びていないが、全身の細かい毛と伏眼の下の黒い線は、成虫と共通している。成虫になると一点、茶化色となるが、これは、成虫期の大半を過ごす陶器は、枯れ草ばかりの環境であり、保護色として適当であるためと考えられている。 日本では、本州、四国、九州、南西諸島に分布し、日本以外では、中国、インドまで広く分布する。バッタ類の多くは、イネカやカヤツリグサ科の植物が、まばらに生えた草原を好むが、ツチイナゴは、クズや、カナムグラなどの生い茂ったマント群落を中心とした、草丈の高い草原に多く生息し、主に食べる植物もそれらの葉の広い植物である。 あまり飛ばず、跳ねたり歩いたりすることが多い。また、日本に分布するバッタ類は、卵で越冬する種類ばかりだが、土稲子は、ライフサイクルが、ちょうど、半年分逆転しており、成虫で越冬する。成虫は10月頃から現れ始め、冬になるとそのまま草原の枯れ草の下などで、越冬する。春になると、再び活動し、6月頃まで成虫が見られる。 他のバッタ類が成虫として活動する夏頃には、スチーナゴはまだ幼虫である。同じようなライフサイクルを送る直締めの昆虫としては、首切りギス、渋色カヤキリが有名であるが、スチーナゴの成虫が持つ体感能力はそれらの虫よりも劣っており、代謝活動を落として、生理的に冬眠するのではなく、なるべく日当たりが良く暖かい環境に身を置いて、冬をやり過ごしている。 暖かい日には活動し、わずかながら、節事もする。終日凍結するような環境では、多くが春を迎えられずに死亡する。越冬に不向きな環境ではしばしば飛んで移動する。小柄なオスが、メスの背に乗って交尾するのは、他のバッタと一緒だが、オスは交尾の間時々自分の羽を蹴って発音する。メスをなだめていると思われる。台湾土稲子、ありがとうございます。